中国の諸言語訳聖書では、中国の少数民族の諸言語や翻訳された、キリスト教聖書のうち、主なものを解説する。現在、聖書の少数民族言語への翻訳は、上海の中国キリスト教協会による調整の上で行われ、南京の愛徳基金会印刷所で印刷されている。主に、雲南省の梨族が使う梨語の聖書翻訳は、 マルコによる福音書について、エリーズ・シャプテンによって、ポラード文字を使って行われ、1932年に英国外国聖書協会が出版した。かつて信代まで満州族に使われてきた満州語は、その後満州族の中国語同化により、現在危機に瀕する言語になっている。雲南省で使われる、ミャオ語での新約聖書は、 大花猫文法言について1906年にサム・ポラードにより行われてきて、彼の死後は同僚だった人々によって継続されて、完成後8万5千冊が日本で印刷されて配布された。1980年代に旧約聖書も翻訳することを、やオ族のキリスト教指導者たちが決定し、ポラード文字を使うか、 政府が1959年以降進めてきた新しい苗語文字を使うかで議論があったが、ポラード文字を多少改良して使う決定がされた。2000年には1万部が印刷された。中国の内モンゴル自治区では縦書きモンゴル文字を使う。フレーザー文字で書かれたリス語新約聖書を主に雲南省に住むリス族が使うリス語では、 ジェームズ・フレーザーが、リス語の中央方言用のフレーザー文字で、マルコによる福音書、ヨハネによる福音書の翻訳を始めて、その後何人かの手を経て、1938年には新約聖書が、1968年には旧新薬全書が完成している。ありがとうございます。